SD カード壊れてるって言われた。どういうこと？勝手に削除されたんだけど、SD カードの中のデータ。は？切れたわ。ちょっと待って、意味がわかんない。ゴーニーガロンに足元塗りが発生しやすくなったらしくて、やってみます。ほんとだ、今一瞬で出てきたね。あ、なんか足元濡れてる気がする。ほら、俺が今いたとこや。これなんかわからんけど、ローラいつも使ってないからわからんけど、心なしかちょっと増えた気もする。次、マニューバー。あ、待って、濡れる。あ、これはわかる、濡れてる。これわかる。横は？あー、でも濡れてるよね、これ。気のせいかな。少し大きくなったって言ってるから。あ、濡れてるな。濡れてると思います、これは。弱くなった武器と強くなった武器で鬼ごっこします。で、自分は射程が短くなって、人足がちょっと乗らなくなった、クーゲルシュライバーを使って、鬼をしていきたいと思います。今日は鬼ですね。はい、マッチングしました。ビーバスパークで鬼ごっこ。まあ、俺がね、鬼なんですが、鬼はね、経験はそんな少ないから、ちょっと苦戦するかなとは思うんですけど、まあ、一応ビーバスパークっていう短いね、狭いステージだからね。まあ、頑張ってね、捕まえていきたいなと思います。もう俺は見つけた、イカちゃんを、その人だけを追うぞ。あ、いた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 。まあ、ちょっとね、猶予を持たせてあげよう。まだ逃げてもいいぞ。いるぞ、なんか。おいおいおい、気づいてないな。ローラーベッチュですね、今のは。きっと。ローラーもね、塗りが強くなりましたから、ね、相手は塗りが強くなったべきだからな。いいのか、それで。やられていいのか。お、いいのか、いいのか。さあ、俺から逃げるがいい。待て。おっと、落ちてきた。あ、登れてないぞ。残念だったな。ゴーニーガロンですね。ゴーニーガロンを捕まえていく。お、もうすでに、人が見えている。見つけてる。待て。あ、いいの？あー、ごめんね。さあ、残りあと一人。今のはマニューバーだな。残り生きてる誰だ？ヒッセンか。ヒッセンを探そう。ヒッセンどこだ？ここか？もう見つけた瞬間、君の終わりということをお知らせしよう。ないな。いた。いた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 。さあ、最後の一人を見つけたぞ。あと一分俺から逃げれるのか？お？ここからだよ！よっしゃ！鬼勝っちゃったよ。はい、マッチングしました。次はガチルールで鬼ごっこをするんですけど、前にヘビ鬼っていう、アサリを入れてからスタートするルールで、やってたので、まあ、ちょっと相手チームに塗ってもらって、準備ができたら、ガチアサリのゴールに、弾を入れてもらいます。そしたら、俺が、
スタートするって感じですかね。まあ、ちょっと説明下手で難しいので、頑張ったの編集のテロップ入れときます、ここら辺に。はい。あ、相手、でっかくしたな。はい、これで、スタートができる。さあ、探していきましょう。まあ、さっき結構早く終わっちゃったからな。まあ、ここら辺にはまだいないか。お、発見したよ。どっち行こうかな。君かな。君を狙おう。あー、惜しい。この長射程でも倒したかったんだ。ないつも短射程で倒してるから。長射程モードでも倒したかったんだけど、ちょっとこれきついな。お、なんだ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 、やったー。なんでアサリ投げてくんの。ちょっとちょっとちょっと、おい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 、いいのか俺にアサリを投げても。よし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 、二人目もう捕まえてしまったぞ。おい、なんでアサリを投げてくる鬼に。余裕があるということか。絶対に逃げれる自信があるということか。いや、うまいぞ逃げるの。だがしかしここ降りてくるだろう。さ、3人目、早くも3人目を捕まえてしまいました。クーギルシュライバーの俺、また残り1人だよ。最後ローラーかな。ローラーじゃ逃げるのきついんじゃないか。今ここいたね。あれ、気のせいか。いた気がしたんだけど、ん、発見したぞ。どっちだ。やべ、でかくなっちゃったけど、もう鬼の位置バレてても関係ない。あれ？捕まえちゃった。尺的に早く終わってしまったために、武器とステージを変えました。で、弱くなった武器はクーゲル以外にもあるんですよ。キャンピングシェルターも。パージした後、傘を飛ばした後に復活する傘の時間がちょっと長くなったっていう些細なアップデート。いや、まあ、戦ってるとね、すごいいいアップデートだとはね、相手にしたらキャンピングシェルターはきついからいいアップデートだと思うので、まあ、この武器を使って鬼ごっこしていきたいと思うんですけど、この武器鬼ごっこ向きじゃないでしょ、絶対に。なんか当たってるぞ。あ、ごめんね、もう いきなり捕まえてしまった。あれ、これ俺、鬼うまいのでは。まあ、ただちょっと追うのは難しい。無理で追い込むしかない。おいおいおい、いいのか。あれ、あとちょっとだぞ。ほい、当たらぬ。いや、うまいぞ。よし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 。二人目捕まえていく。あれ、終わっちゃうよ、また。どこかな。隠れてるか。あ、いたね。コンベアのとこにいますね。ちょっと塗り広げてるのがわかります。あ、なんレールから行ったか。落としちゃ落としちゃ。よいしょ、俺のレールにして追い込んだぞ追い込んだぞ。おっと、こっちにもいるな。あっち行っちゃったかな。いや、まだいる。君を倒してあげよう。ほい。あ、待って、アサリ投げるのはなんでなんだ。よし。ねえ、あと一人。もう捕まえちゃうぞ。どこ行った？アサリで索敵できるからな。いないね。いた、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 いた。終わる終わる終わる。君を倒せば、終わりなんだ。局者入らないか。いや、そっち逃げるか。自ら袋のネズミになりに行ったか。じゃあここで傘を飛ばしていけば、え、来てないよね。よしよしよし。心配になっちゃう。まあ、ここでね、傘を飛ばしていけばきっといつかね、当たってか隠れてるべ絶対。え、抜けてないよね。え、抜けてないよね。これ隠れてるよね。え、心配なんない。これ当たれ当たれ当たれ。当たんないんだけど。え、これ抜けてないよな。もうめっちゃ心配なんだけど。いた。やっぱいたんだ。どうする。もっとここから登ってくるのか。よっしゃ。倒した。